皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのトシです。今日は効率よく勉強する方法についてお話しします。結構有名なものもあるので皆さんの中には知ってる人もいるかもしれませんね。では始めます。人間というのは知識を多く持っているほど新しい知識が入りやすい、こういう傾向があります。これは脳が物を覚える時の性質によります。知識というのは一回整理された後、その整理された知識と結びつく形で新しい知識が入っていくんですね。ですから知ってるものが多ければ多いほど新しいものも入りやすい、こういうことです。ですから皆さんが勉強するとき、ね、例えば単語でも歴史や理科でもね、たくさんのことを覚えなきゃならなかったら、まず覚えやすいものからどん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 覚えて知っていることを増やすと、ね、それが増えていけばそれまで難しかったものも頭の中に入りやすい、ね、こんなことが言えます。二つ目です、ね、まず勉強時間を区切って休憩を取る、これも大切です、ね、長時間続けて勉強すると脳も疲れますけれど、それだけではないんですね。20分から30分に1回とか、ね、1時間だったら50分やって10分間休憩を取ると、こういうふうにすると知識が入りやすくなります。ただ休憩といっても休憩だからじゃあ動画を見ようとか休憩だからゲームをしようじゃなくて、その休憩の時にはなるべく何もしない方がいいです。これは一定時間外から情報を遮断して脳が知識を整理する時間を作るためです、ね、脳ってのは新しい知識が入ってくるとそれによって古い知識ね薄くなっちゃうんですね。整理する時間もないです。ですからまず何も脳に入れない、情報を入れない時間を作って、その短い時間だけでも脳はある程度、ね、知識を整理するんですね。知識が整理されるとそれと結びつく形で新しい知識が入っていくので勉強の効率が良くなります。その時ね、この休憩ごとに科目も変えてみるといいそうです。さらに効果が上がるということです。さらにプラスアルファとして、イギリスのサセックス大学の研究で、勉強した後40秒間復習するだけで記憶に物事が残りやすくなる、ね、こういうことが分かっています。ですからこの休憩をするときですね、休憩する前にこの今勉強したことを思い出してみましょう、ね、復習してみましょう。その時どんなふうに思い出せばいいかというと、この勉強したことを誰かに説明してあげると、ね、そういう形で思い出すとさらに効果が上がると、そういうことです。では今度はやらない方がいい勉強、ね、これについて、ね、触れていきます。一つ目はマーカーなどで線を引くと、ね、これなぜやらない方がいいかというと、線を引いただけでもう勉強した気持ちになってしまうと、ね、もうやったっていう満足感が生まれて逆に覚えられなくなると。いや、私は線を引いたところは復習するために引いているんで毎回必ず復習していると、ね、そういう人は別ですけれど、そうじゃない人、ね、やったと線を引いただけで、あ、勉強したと、今日はこんなに線を引いた、ね、何分間勉強したという満足感だけができて、復習しなければ頭に残りませんからそれで終わっちゃうんですね。ですからこのマーカーなどで線を引くという勉強法はなるべくなら避けた方がいい勉強法なんですね。もう一つ、音楽を聴きながら勉強すると、ね、これもちょっと気をつけた方がいい勉強法の一つです。ただし何かアイデアを考えなきゃいけないっていう時には音楽が外からの刺激となってアイデアが生まれやすくなるというので、この場合は別です。
ただ勉強して何かを覚えなきゃならない、身につけなきゃならないという場合は、音楽を聴きながらというのは逆効果が多いです。なぜなら脳が同時に音楽を聴くということと勉強するという2つのことを処理しなければならない、ね、1つのことをやるのに集中する、これと2つのことを、ね、やる、どちらが効率がいいかといったら1つをやる方が絶対効率いいですよね。ですから音楽を聴きながらの勉強法というのは効率が悪いということです。ただ、ね、音楽を聴くと自分が好きな音楽だったらなおさら気分は良くなるので、ね、勉強の効率がいいと、ね、こう思い込んでしまうことが多いようです。ただし音楽じゃなくて自然音ですね、波の音とか小川の流れる音っていうのは、気持ちを集中させてくれるのでこれは効果があるそうです、ね、ただ音楽をどうしても聴きたいという場合は音楽って気分が良くなりますよね。ですから勉強する前に、ね、やるぞという気分を盛り上げるために、ね、その勉強する前に聴くというのは一つのいい考えかもしれません。今回は効率よく勉強する方法についてお話ししました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。